まあよくわかんないガラタを拾っていくと。もう金庫うめえよこれ。全然そのな。うまい。でも俺は激戦区へ行く。1万円。1万5千。うまい。9万。高っ。もう帰りたい。うわぁ。おぉ、29万。お、なんかすごい出待ちに最適な場所なんじゃん、ここ。うわぁ、35万。ビッグレイドこれ、ビッグレイドじゃん。チュートリアル画面で放置してたら、死にそうなんだけど。入れて。なんか画質めっちゃ上がったのね、前やった時よりも。これでも画質低なんですけどね。あ、あ、死ぬ。死んだ。今日からね、早期アクセス始まったっぽいんで、多分みんなできると思う、これ。あ、これで始まるんだ。これ第二の人生ってこと？やっぱスキンヘッドじゃねえか？これで返し。これで戦場に出て、戦場でゲットしたアイテムとか、敵を倒して奪ったアイテムとかを、まあ持ち帰るわけですよ。しかもこれ確か、前やった時と変わってなければ、勝手にノラの人たちと一緒にパーティー組めるんだよね。一応脱出口がこんな感じあって、まあ、基本この2つかな、多分。脱出すんの。ん？見ていくか。こういうのは漁りますと。アーマークラス2、3。まあ、よくわかんないガラタを拾っていくと。左上に値段書いてる？ほんとだ。右上に書いてる。で、アイテムゲットして、脱出じゃない？まあ、多分これまだチュートリアルだから多分他のプレイヤーと合わないんじゃないかな、これ。まあタスクあるんだったらタスクね、こなして帰るんだけど、基本はこういうマップに落ちてるアイテムを拾って生きて帰ると。倒されちゃうと装備品も全部失っちゃうし、拾ってきたやつも全部パーだから。こうだね。ここで帰れますと。めっちゃ足音聞こえない、これ結構。めっちゃ遠くから聞こえるわ、足音。はい。戦利品の価値3万3000だって。こう拾ってきたやつ全部レベル3万3000くらいなの。で、この多分トレーダーから、なんかいろいろ武器買ったりとか、で、この人たちからタスクも受けれると。ガンスミスもあるんだよね。これってのは、あれなんかな？全部揃えてくれんのかな？わぁ、サイト高いな。まあでもこういうことだよね。最初サイト載ってないけど、変えて作ると、2万円。全然高いわ、これ多分。あれか、武器代含めると4万か。まあでもこれ武器一式こっから並んでて、自分の好きな方にカスタマイズするのは良さそうだな。早くね、マッチング。おい、シャットめっちゃ多いのってる。これが俺たちの仲間か。あ、なんかこの金庫美味しかった気がする。この人知ってるな。おいらには分けてよ。まあでも俺タスク的にはあれか。ここ一回脱出したらもうクリアだから、もうクリアでいいか。ピン止めこっちと。まあなんかすぐにチーム組めるのいいね。めっちゃ。クソマッチが早いよ。これ他のプレイヤーいんのかな？まだチュートリアルだからなのかなこれ。まだ激戦区行こう、激戦区。もう金庫うめえよこれ、多分。全然そのな。こう戦場で腹減ったらね、水とかね、ご飯食べないといけないっていうね。お、プレイヤーだ。おお、すごい集めてきてる。うまい。まあこんな感じでいただけると。おお、戦利品13万だって、高っ。出品ってどうやんだこれ。出品まだできないかなこれ。できれば。150円以下で237件取引されてますよってやつか。これ。基本この通りに出品していけばいいんかね。めっちゃ便利じゃん。勝手に金額とか設定してくれるしめっちゃ便利なんだけど。
取引数とかも見れるし、よくない？まあ、こうやって言っていくわけか。あ、今週の出品は500あって、1日は10、12個か。結構出品できるんだね。こうめっちゃ人いる。でも俺は、激戦区へ行く。おいしい。1万円。1万5千。うまい。ここだやっぱ。タスクを確認したい。農場の取引所。こっか。マップ上にタスクのマーク出んのもいいね。わかりやすくて。なんか前やった時こう来た気がするな。鍵欲しいな、鍵。なにこれ。高そう。9万。高っ。色でなんか、いいね。ティアがわかんのも。もう帰りたい。あー、これピンつけるの楽だな。帰る場所わかんの。おい、戦利品20万。お、警告いけます。これ多分俺前回やってないな、このマップ。早い、湧くの早い。こういったらやばいかな。モサがいっぱい来る。うわあ、金庫。いいもん出ろ。3000円、ランタン8000円。外れか。なんかいいもんねえか。でけ、15000。なんだこれ。おお、29万。29万、マジ。もう帰った方がいいかこれ。さあ高橋、帰れるんでしょうか。29万の PC を担いで。ちょうど向こうってことだよね多分。この方角ってことでしょ。インベータのインで帰るかこれ。ああ、銃声がしてる。インベタのイン。お、なんかすごい出待ちに最適な場所なんじゃん、ここ。なんか悪いこと考えてる、俺。もしかして。おわ !35 万。ビッグレイドこれ、ビッグレイドじゃない ?35 万は。うめえ、マジで。まあでもなんかやってみた感じ、前回もやったけど、なんか銃のリコイルとかもすげえ、他に比べてすげえ低いというか、ちっちゃいから、なんか全然初心者でも無理だし、ぜひやってみてください。